世界選手権大阪大会における女子7種競技800メートル競争の様子混成競技は一人の競技者が様々なトラックフィールドの競技に挑戦し、各々の実種競技の記録を点数に換算し、その合計得点を競う陸上競技種目。屋外では男子の10種競技と女子の7種競技が最もよく知られた種目である。陸上競技場の制約により、 室内では実施競技数が削減され、男子は7種競技、女子は5種競技が一般的な開催種目となる。選手の成績は10種競技得点表のような国際基準に沿った得点換算法に従って得点化される。混成競技においても追い風参考記録の判定がある。2009年までは短距離、ハードル種目、跳躍種目で追い風の影響を受ける種目について、 いずれの種目も風速秒速4.0メートル以内であれば合計得点を公認記録として認めるルールが取られており一種目でも風速秒速4.1メートル以上の記録があった場合は合計得点自体が参考記録となっていた2010年よりルールが改正され個々の種目で計測された風速を合計しその平均風速が秒速2.0メートル以内で ある場合は公認記録として認めるというルールに変更されている。ありがとうございます。